リチャード・ディクソン・オールダムは、イギリスの地質学者。振動記録において P 波と S 波と表面波が別々に到着することを初めて明確に識別し、地球の中心に核があるという明確な証拠を発見した。1858年7月31日、王立協会フェローで、地質学者のトマス・オールダムのもとに生まれる。ラグビーコートロイヤル・スクール・オブ・マインズで教育を受けた。 1879年、インド地質調査所の副所長となり、ヒマラヤに勤務した。温泉、ソンバレーの地質、ヒマラヤとガンジス平原の構造などの地質学的題目でおよそ40の出版物を書いた。彼の最も有名な研究は地震学である。1897年アサム地震に関する彼の報告書はそれまでの地震の報告書をはるかに超えたものであった。 この中には、チェドラング断層の説明が含まれていた。これには、最大35フィートの隆起があり、地球の重力加速度を超える地面の加速度が報告されていた。実震学に対する最も重要な貢献は振動記録上で P 波、S 波、表面波が別々に到着していることを初めて明確にしたことであった。 この観測は男性派の理論と一致していたため地震派の研究では地球を男性体として扱うことができることを示した。1903年、体調不良のためインド地質調査所から辞職し、イギリスに戻り旧やウェールズの各地で生活した。1906年、記録された様々な地震の到達時間を分析した論文を書いた。彼は地球には核があると結論付け。 その半径を地球の半径の0.4倍以下と推定した。1908年にライエルメダルを受賞し、1911年に王立協会フェローとなり、1920年から1922年までロンドン地質学会の会長を務めた。1936年7月15日に死去した。ありがとうございます。